どうも皆さんこんにちは、ケッツン中継です。ということで、本日夕方5時からバトルフィールド5一般開放されるということで、たくさんの人がバトルフィールド5のベータ版に触れると思うんですが、今までバトルフィールドをやった人にとっては全くの別ゲーに感じることが多いと思います。それはね、バトルフィールド1の頃もそうだったと思うんですよ。ミニマップに発砲しても映らない点とかね、連戦が効かないような古代な銃とか、いろんなものが合わさってバトルフィールドはどうやって立ち回ればいいんだ、なんだこれって言ってね、かなりのね抵抗を感じた人がいると思うんですよ。でもぶっちゃけそれに慣れてしまえば神ゲーって思った人もたくさんいたと思います。それと一緒でバトルフィールド5も最初はめちゃくちゃ抵抗があると思うんですよ。新仕様になった抵抗感みたいなのは歴代のシリーズで最高だと思います。そんぐらいいろいろ変わったことが多すぎるゲームなので、ちょっと再度確認していきましょう。でこれ PSO 版の話です。でまず基本操作なんですけど、セミオートフルオートに切り替えできる武器は三角ボタンの長押しです。で、建築モードが新しく入ったと思うんですけど、建築モードは十字キーの下ボタンです。で今作から新しく入った機能で、分隊長が支援要請をできるのは L1 と R1 の同時押しの長押しです。まあ、操作ボタンの配置とかがかなり切り替わっているので戸惑う人も多いと思います。そして英語版なので、どこに何があるのかっていうのも少し分かりにくいと思います。ほんでこれ従来のシリーズプレイヤーでもかなり戸惑ってる人が多いと思うんですけど、スポットです。今作は従来のようなスポットがありません。 R1 を連打しても敵をスポットできるわけではなく、黄色のマークがチラ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 映るだけになっています。でこの黄色のマークは分隊員だけで共有されるものであって、まあここら辺に敵がいるよという合図のスポットの役割をしています。でちなみになんですけど、この黄色マークをかなり高い精度で敵に当てると赤いマークに変わることがあります。そうするとここに敵がいるよっていう形になりますが、敵を追従するわけではないです。例えるならレインボーシックスシージのカメラで赤ピンが立つじゃないですか。そんな感じでございます。ただこの赤いマークにするためにはかなり高い精度で敵を狙わないといけないので、赤ピンを立てるために敵を狙うのであれば、もう敵狙ってるんやからもう早く倒した方がいいです。だからこの赤ピンの需要は、まあ言っちゃえば戦車ぐらいかなって思います。戦車に赤ピンを立てることでここに戦車がいるよっていうのを教えることができます。ちなみに戦闘機にも赤ピンを立てることができますが、戦闘機もちろんめちゃくちゃ動いてるので、戦闘機に赤ピンを立ててしまうと本当に何じゃこりゃっていうバラエティになります、そこに戦闘機がいるわけないっていう状態になりますね。だから従来のスポットは基本的に、まあ、死んでるというか CG システムになってるって思ってください。でその他にもスポットできる方法があります。それが偵察衛ですね。偵察衛の単眼鏡を使うことによって敵を自動的にスポットしてくれますので、まあ単眼鏡を覗いて、まあ、ブワーってマップをが動かしたら、かなりの頻度でスポットをしてくれます。でこの時にスポットされるとミニマップに表示プラス敵の頭の上に赤いマークがつくというパターンになります。でこの赤いマークがついているおかげで敵がどこにいるかっていうのがかなり見やすくなっているんですが、車線が切れている場合、物陰に隠れている場合はその頭上にあるマークは消えます。でもまた再び、敵を視認できるようになると、まあ、頭上の上に赤いマークが現れるという感じになります。スポットの有効時間の範囲であればね。で、その他にもフレアスポットで同じようにスポットをすることができます。こんな感じですね。で一応なんか制圧射撃効果によるスポットができるみたいなのも聞くんですよ。聞くんですけど、俺の中でこれ都市伝説です今作って制圧射撃効果って多分ねないんですよ。サプレッションってないっすよね。偵察衛とかサプレッションなしでパン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 抜けるからかなり使いやすくなってるっていうのも聞きますし、でもねアルファ版ではサプレッション効果があったっぽいんですよ。でここら辺はちょっとまだ俺の中で不定格です。すいません、検証しきれませんでした。だから俺の中で分かっているのが、まあ、R1 での CG 的なスポットと、偵察衛による偵察衛の単眼鏡とフレアによるスポットでございます。ということで従来のようなスポットって、偵察衛の特権になっているので、まあ偵察衛は弾数も少ないですし、芋もしにくいですから、もう本当に偵察としての仕事をこなすというね役割分担がかなり、今作はできているかなと思っております。
で今作はね基本的にね全兵が需要あるんですよ。で建築モードなんですけど、建築モードは援護兵で建築すると通常の2倍の速度で建築することができます。でこの援護兵じゃないと建築できないやつもあります。例えば戦車を止めるようなものだったり、こうやって壊れた橋を修理して建築する、仮設の橋を建てることができます。ロマンがあるやろ、これロマンあるよね。でその他にも有刺鉄線を建築することができて、この有刺鉄線は、近接攻撃の斧で一撃で葬ることができてしまうので、あんまり作る意味はないかなとは思うんですけども、普通のグレネードとかグレネードランチャーとかでは破壊することはできません。で土嚢に関してはグレネードランチャーやグレネードで破壊することはできるんですけど、まあグレネードランチャー4発でグレネード2発ぐらいで、半壊程度なので、まあ実質壊すのはなかなかめんどくさいです。一人で壊すのはとてもめんどくさいと思います。ただ突撃兵のダイナマイトもしくはロケットランチャーを使うと一撃で粉砕することができます。でこの土嚢なんですが意外と使い勝手が良くて、まあ土嚢は、突撃兵以外では一発で壊すことができないので、基本的に登って越えてくると思うんですよ。それか迂回みたいな感じだと思うんですけども、まあ登ってきた時って本当に無防備のモーションなので、普通に狙って殺しやすいっていうのもありますし、土嚢を立てることによって、土嚢の上に乗れるんですよ。で土嚢の上に乗ることによって新しく行けるルートみたいなのも開拓されたりするんですよね。土嚢を積み上げることによって、行けなかった高い場所もしくは他のルートからじゃないと行けなかった場所に土嚢を登って、まあ、ショートカットでアクセスできるみたいなこともできるので、意外とね使い勝手が良かったりして、そこら辺もマップの研究のしがいがあると思います。ほんで自然回復の件なんですけど、今作は自分で自動的にライフを100まで回復することはできません。回復パックを使わないと最大体力までは回復しないです。でこれもねちょっと戸惑う人が多いんですけど、基本的に火ダメを負ったらプラス30までしかヒットポイントは回復しません。60までダメージを負ったら90に回復する。でそっから今度40までに減ったら70までしか回復しないっていう感じで、自利品になっていくパターンが多いです。で突撃兵に関しては今回つけているパークのおかげでプラス 40HP が回復します。でパークは今のところ変えることができないっぽいので、まあほぼ強制的に突撃兵はプラス40回復するという形になってます。絶対プラス30かプラス40です。でこれもちょっと検証しきれなかったんですけど、場合によって回復するタイミングが変わっている気がする。でこれバグかもわからんけど、もういつ回復するのっていうぐらい遅い時もあれば、あっという間にプラス30回復する時もあるので、ここはちょっと検証しきれませんでした。もしかしたらその時のシーンもしくはなんかこう、落下ダメージとか敵から被弾したのかっていうダメージの追い方によって回復の仕方が違うのかもしれません。で至る所に回復箱と弾薬箱があると思うんですよ。で弾薬箱と回復箱はそれぞれ1回使うとインターバルがあります。なので、弾薬箱の近くでロケランをひたすらぶっ破して補給みたいなことはできないです。で、これ基本的にリスすると下のところにゼロって書いてあるじゃないですか。でこれは治療パックの数で、マップの至る所にある救急箱のところに行って、治療パックを1個回収できます。でそれを任意のタイミングで使うことができます。だから最大1個全兵科が持てるっていう形になっております。で、看護兵が自分に治療パックを使う、援護兵が自分に治療援護兵が自分に弾薬パックを使うっていうのはそれぞれ無限にできます。ただ味方に渡すっていうのは回数が制限されております。で自分に使う場合は左キーを長押しします。ただ突撃兵とか偵察兵とか援護兵が、マップの至る所にある救急箱で治療パックを1個回収するじゃないですか。それを使う場合は十字キーの上のボタンを長押しします。これちょっとね難しいけど、まあなんとなく理解してくださいっていう仕様になっております。であと分隊長の支援攻撃なんですけども、3種類あるじゃないですか。で一番下のサプライドロップに関しては昨日の動画で出したと思うんですけど、戦車に関しては呼んでもそのマップに登場しません。1回デスして、そしたら空中のリスポンになるじゃないですか。
で上空視点で本拠点で戦車とか戦闘機とか選べるでしょう。そのところにあの呼んだ戦車があります。それを使ってリスポンするっていう感じですね。ただこの戦車砲台が動かないんですよ。砲台を動かそうとしたら砲台が固定されているので、砲台を動かそうとしたら自分も動いてしまうのでかなり扱いにくいです。これ2万ポイントも消費して呼ぶ意味あんのっていうレベルだと思うんですけど、まあ一応4人乗りなので分隊員全員仮に乗ったとしたら強い代物になるのかなとか思って、一応ね史実ではめちゃくちゃ強い戦車らしいんですけど、ソロで乗っても大して強いとは思いませんでした。でこの V1 ロケットなんですけど、 V1 ロケットはこんな感じで撃ちます。人いるね。いっぱい行くぞ。どこどこ、あれ、うわーうわー、何キルした、何キルした、うわー、まあ結構エリアも広いのでこもっている敵がいたらそこら辺一掃できるのでかなり気持ちいいものになってます。まあちょっと私自身もプレイステーション4でバトルフィールド5を触るのはベータ版で初めてなので、ちょっとまだわからない点はあるんですけど、であとねキルカメなんですけど、キルカメで、キルされた方向しか映らないっていう状態になってると思うんですけど、これね俺仕様じゃなくてバグだと思うんですよね。なんか、ゲームズコムとかで触った時は敵が赤く映ったような気がするんですけど、でこのベータ版でも敵が赤く映ったりする時があるんですよ。だからちょっとバグなのかなと思うんですけど、ちょっと確認してみます。まあ目立った点はそんぐらいですかね。ということで、今日からバトルフィールド5のベータ版が始まっているので、一般開放に向けて皆さん楽しんでください。ご視聴ありがとうございました。